はい、どうも、あ、どうも、東京、どうも、ありがとうございます。いやー、めっちゃありがとうございます。あ、色、かぶってますね。よく。あ、そうです。今日はですね、初めてここの、この店の方にですね、来てくださいました。自己紹介をよろしいでしょうか、はい、していただいて。ナマステー。コスプレ僧侶をしております、群馬イルカと申します。はい、よろしくお願いいたします。小説を、ね、あの普段は書かれているということで、そうですね、はい、まあ、趣味でやってるだけなんですけれども、はい、ブリスタっていう、もともとはモバゲータウンっていう、ね、ほうほう、よくある、よくあるじゃない、昔からあるあるんですよね、うん、ネットの、こうゲームのサイトの中の、はい、一コーナーにあった、一コーナーにあった小説のね、うん、サイトが大きくなってっていうところで、ずっと昔から小説を書いてまして、はい、で、まあ、ちょっと縁があって、うん、こちらにお邪魔させていただいて、はい、ありがとうございます。で、代表作がそのファイナルおっさんファンタジーシリーズっていうか。そうですね、はい、はい、お、結構長く書かれてそうですね、うん、おっさんクエスト、おっさんオブザ・デッド、ファイナルおっさんファンタジーシリーズ、あと外伝、外伝、外伝で、ほうほうほう、8作ぐらいに合計になるのかな。そうなんですね。じゃあその、まあ、ごめんなさい、ちょっとチェックしたいんですけど、はい、おっさんが主人公のなんかこういろんな、まあ、ベースはそこですね、やっぱりおっさん、おっさん、おっさんって来てますんで、外伝、うんうん、に行くとやっぱり主人公がこう、うん、おっさんじゃなくて子供になったりとかね、ほう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 、学生になったりとか、いろいろ変わっていくんですけれども、じゃあなんかこの、はい、まあ、ドラクエ風だったりとか、なんかこのなんか、なんとかオブデッドみたいな、なんかこう、はい、なんかこうゲームの中の世界みたいな。そうですね、まあ、いわゆる最近ね、うん、流行ってる異世界転生もの、そうそう、うん、スタートはそこから始まりまして、まあ、ちょっと転生っていうとね、こうよくあるパターンっていうか、あで、うん、転生じゃなくって転移ですね。だから死んでるわけでもなく、おっさんが、普通の生活をしていたおっさんが、そういう異世界のファンタジー世界に飛び込んでしまって、はい、なんとかして帰るためにあがき続けるっていう、そういう感じの、それが処女作でございました。お話とか、でも 今でもちゃんとこう、ちゃんとというかこう書き続けてらっしゃる。あ、今もう別のシリーズ、別のシリーズというか別の作品書いてますけれども、さすがにもうおっさんファンタジーシリーズは長く書きすぎちゃいますよ。10年ぐらい書いてたんで、もういいだろうと。その、小説はじゃあ概要欄からいくと読める。あ、そうですね、ですかね、はい、Google 検索で、うん、エブリスター、群馬イルカ、うん、またはエブリスターおっさんクエスト、エブリスターファイナルおっさんファンタジーみたいな感じで検索していただけると、誰でも、うん、無料で開放されていますので。よかった、じゃあ、はい、気になる方ちょっとね、はい、チェックして読んでいただきたいと思います、はい。それでね、あとは格好から、ありますけれども、なんかお生まれがそのあれなんですね、実家といいますか。そうですね、はい、生まれといいますか、うん、祖父母がお寺の管理人をしておりまして、うん、はいはい、でちょっとこう訳あって群馬県、私群馬県なんですけれども、うん、はい、に来た時にそのお寺の中で、うん、生活することになって、うん、はいはい、その関係でお寺の中でずっとこう過ごすうちにね、いろいろとこう、まあ、そういった関係をするようになって、怖い経験みたいな、まあ、怖い経験もいっぱいしましたけど、ね、その頃は生活の一部だったんで、はい、生活の一部、ああ、うん、そうなんですね。そうですね、まあ、まあまあ、じゃあやっぱそういうところで生活してると、まあまあ結構そういうことは普通にあるみたいな。まあ古いお寺だったっていうのもありますし、一般的にお寺の中で生活するっていうとちょっとこうイメージつかないと思うんですけれども、昔のお寺さん、よく昔からあるお寺さんなんかだと、うん、法事を行う集会所みたいなのがこう必ずあるんですよね、はい、でそこの集会所に間借りさせていただいて、座わせていただいたんで、もうだから当たり前に窓の外にお墓が一面にダーッと広がって、そういう環境でしたね。そうなんですね、うん、じゃあこうふと見るとみたいな、ふと見るとですね、なんかあれ火がついてるみたいな、火がついてる、うん、そうなんですね、
うわ、なかなかね、そういうお話も聞けないんで、ちょっと聞かせていただけたらなと思います。でも、多分その火の玉に関してはガチムンだったんじゃないかと思うんですよね、うん、本当にそれこそあの徳川の時代からあるお寺で、あのお墓だったんで、その頃、ね、そう、その頃だとやっぱり土葬でね、ご遺体が埋められてますんで、その輪の炎とかね、そういうこともガチで本当にあったと思うんで、いくつかは本物だったのし、いくつかはね幻だったのかもしれませんし、なんか結構土葬だった時代っていうのは結構そんな古くないんですかね。そうどれくらい。そうですね、だからこうちょっと法律の名前までは詳しく覚えてないですけど、その埋葬法でね、土葬が禁じられて、それが多分戦後だと思うんですよね。じゃあだいぶ経ってですね。そうですね。そういうことなんだ。へえ、そういう感じなんです。そうですね。じゃあね、そういうなんか怖いお話もお持ちだということで、ね、ゆうかさんね、これからちょっとお話をね、聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっとゆうかさんのね、小説気になる方いらっしゃいましたら、ちょっと概要欄からね、エブリスタのサイトに行って、ね、ゆうかさんの作品が、見れるとこ行けますんで、よろしかったらチェックしてみてください。ということで、ちょっとこれからね、ちょっと何本か、お話を、ね、聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。